い、どうも、ついにやってきた兄さんのせいで、ウキウキの皆さん、それ以外の皆さんもこんにちは。炭で絵を描くこともできる芸配信者、炭野です。今回の動画は言わせもがな、残り兄さんのせいで本土近海紹介遭遇戦、E バンク攻略時配信の切り抜きと、とってつけたような攻略情報をミックスして何度か見れるように再構成したものです。あくまでも炭野はこれでできたよというような参考情報なのでご了承くださいね。それではレッツゴー。なんと、ついに、戦団護衛、輸送航路防衛戦、本土近海哨戒遭遇戦が解禁ということでね、やってろうかな、みたいな感じに思ってます。今回の E1 は、なんか知らないけど、相当難しいらしいですね。なので、やばいなと思ったら、立てます。とりあえずね、2軍で、ギミック行ってみようかな、と思いますね。甲に丸をつける、続きらにしておきました。当然30ですので、ね、レコの様のを見て難易度を決めようと思っています。まあいいぞ、参考にしてくれ。参考になるかわからへんけど、 E1 コーバー前回 E2 講習出るらしいですね。頑張れるなら頑張りたい。まあまあいいものがもらえる。基本なんかね、装備とかは私どうでもよくて、とりあえず簡単じゃない、ギリギリでいける範囲をやりたいな。ゲームってそういうもんじゃない。情報待ちでもいいと思うけどね、全然。さあ、唐突な雑解説の時間だ。E1 購入4つのギミックが存在するぞ。それが、1、C マス S 勝利。2、C3 マス S 勝利。3、H3 マス到達。4、G マス航空優勢。この4つのギミックをクリアして初めて N マスの E11 ボスが出現することとなるのだ。当然だが、これで終わりということではなく、N マスを完全撃破すると S マス E1-2 のラスボスが出現するという流れになっている。ここがこのマップにおける最終目標となるわけだな。行くぞ。とりあえず1戦目、偵察出撃。タイクル合体用意、ボタンを連打してタイクル合体を出せば勝ち。よーい、得られるね。先制対戦艦は4、こんだけいれば大丈夫やろ。これのほど分岐やろ、絶対そういうことやろ。 OK、 1本目入れて残った。いや、1で残った、なんてやれ、おかしいやろそれ。なあ、1本飛んでくれやろか。飛んで飛んで飛んで、でん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 、 OK。 ふふふ、まあね、余裕ですよ、これぐらい。早くやる、よし。一勝利で OK。 次が作戦要項です。同じメンツでいけるらしい C3 に行こうか。 C3 に対空合体艦は2隻いるんだぞ。絶対に絶対に発動してもらわないと困るんだ。ここで発動しないなんて嫌だ。発動しないなんてことはない。この演出も懐かしい。なんだお前、対抗中か。何ここ、なんか出てくる赤いのがいる。3倍で動くやつがいる。あ、やばい、いや、蹴る、蹴る、いや、ちょっと痛い、いや、強い、強くない、あ、強い、原野と戦ってた。ちょっとこれ、やばいかもしれない。いや、蹴る、蹴る、こっちの前はフルキルなんぞ、お前マジでやってられるか、お前。そんなのでさ、やられ、あ、うわ、余裕ですね、サーコが。まあ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 、私は信じてましたけどね。初見さんの方に言っておきますけどね、終始こんな感じですよ。今のうちに諦めてください。うすうす感じてると思いますけれども、予想の3倍うるさいと思います。イベントだからうるさいんだろ、イベントだからテンション上げてやってるんだろね。そうだったらよかったのに。硬いぞ。え、一応シナジーマックス組んでるんだけどな。あ、ナイス、これは多分大丈夫だと思う。突撃よ。
通にやれるやん。いいね。まあ、その子は大丈夫。10? パンチ!ヨモトパンチによりフィニッシュです。まだ出力 30%! え、もう 70% くらい出てないかな。敵の潜水艦を発見。押すの忘れていた。まあ、大体これとセットだよね。ダメじゃありませんけどね。ダメじゃありませんでしたけどね。カシャコンになるんかな。一回でいいんかな。よっしゃ、いいぞ。カシャコン2本目、順調すぎる。3本目、追撃。縦でぶっ飛ばせ。消し済みにせよ。来たぜ、ぬるりと。とりあえず火力上乗せと、まあ、考えてきたので、それをぶつけて今日はね、どうなるのか。で、一応リミットも設けております。リミットもね、弾薬が2万を切ったらオツに落とそうかな。多分もうね、乾燥できんくなるから、まあそんな感じやね。とりあえずね、生きた神様を投入しますね。テクニックの熟知投入など普通の誇張ではないのか。まあまあまあ、いけるでしょう。1本目一発クリアを見せてやる。見とけ、行くぞ。1本目照明弾、単焦灯照射開始。これお気づきの方もいらっしゃるかもしれないが、思いのほかやれるということは思い通りにいかないという言葉が前提にあり、ここから長き戦いが始まったのである。もう一回飛んでくるね。あ、ナイス、いいね、偉いね。お願い。終わったかもしれない。よしよしよし、49%。破れかぶり。なとりあえずシャッシャッシャッ、照明が来た。照明だ。いけそうか、いけないかもしれない。いけないな。全員ボス打てばワンチャン。シャッシャッシャッ。どうですかね、まあ、とりあえず一発目。いや、なんかいけなくも。もうなんてなの、おかしいだろ、相手のエイム。マジで頭おかしいじゃんそれ、マジで。まあ、ですよね。あ、撃った機械撃ってる。カタクナに撃ってほしいやつのために、カタクナに撃ってほしくないやつ撃ってくれ。俺は誰も何もできないので撤退ですね。もうこの上に席がね、やってくれるんだったらまだ諦めつくんだけど、これがやばい。これは転身である。オツならば余裕でしょう。そう思っていた時が私にもありました。干渉とのみ、グランドホーリーエクスプレス。
ダメだ。ファイナルエクスプローザーオーリーライトエスプレス。強すぎじゃない？キラ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 、照明弾マジで歌うらしいね。待たせたな。ですよね、知ってました。やれるわ、やれる、全然やれる。いいぞ、横から。照明で撃たない。グランドホーリーエクスプレスパニッシュメント。オイラだ。やったおめでとうございます。それでは皆さん、ご一緒に。感謝するか。今から同説を30人ほど減らしたいと思います。耐えられるかお前らは。なあ、初見の民耐えられるか、このゾーンに。説明しろ。感謝の叫びゾーンとは、感謝の秒数だけ叫ぶゾーンのことである。効果は23秒。行くぞ。ありがとうございます。嘘。音の出る神隅野です。よろしくお願いいたします。本日は喉の調子があんまり良くないので、そう、いつもギニスをね、もう目標にしてやろうかなというね、次第でございますけれども、はい。難易度はですね、オッズでいこうかなと思います。ここを落ち着ける資材の量じゃないです。ということで、毎度おなじみ、タスク解説の時間だぞ。早速、E2 のマップとギミックを見ていこう。E2 には芸術を出現させる4つのギミックが存在している。今回、隅野が選択した難易度はオツなので、最低条件が1、C2 マス A 勝利、2、J2 マス A 勝利以上2回、3、G マス S 勝利2回、4、F2 マス A 勝利、となっている。この4つのギミックをクリアして初めて、E2 の1の無限輸送兵に着手できることとなるんだな。開発の準備が必要だ。そして輸送完了後に出現する E22W マスを完全無限すると、晴れて E2 がクリアとなるわけだ。ここが今回の最終目標ってことだな。支援なしで行きますけど、行くぞー。ちょっとね、叫び少なめかもしれない、気持ち。なぜなら喉にダメージがあるから。全然叫ばないと思いますけど。いや、粉の龍角散マジでツヤツヤだよな。本当に効く。マジで本当に効く。味はカナブンだけど。白
り込んだんでいい気分で、おいこれを振り食いやんけ。それでも後足はね、そんなに悪くないんだよね。中味がやばい。前味が小麦粉のコーラみたいなので、ジーガジはグググググググってくるのが中味のカナブンで、その後ドド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 ドマイルドスウィーティーみたいな後味になるから、これ粉の龍角散舐めたことあるやつおらんだったら分かってくれると思うんだけど、粉の龍角散まだね、カナブンの味を体験したことないです。ぜひね、朝自転車でお酢受け替えがあったら、あくびをした際にカナブンが飛び込んでくるというね、機会もお待ちください。やってまいりました、 E の2の1でございます。はい、カムスが足りてない気がするけど、まあ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 いいんだよ、細かいことは別にいいんだよ。細かいことは要はね、 E の2を音でクリアできれば勝ちやねんな。怖いのは先生来撃撃ってくる1戦目ぐらいかな。あとはまあ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 多分余裕じゃないですかね。気づけとどめを刺すスタイル、まあ、S 勝利取ればね、6回か7回だったかな、なんか S 勝利も割と取れますよって出てたから、 S 勝利も狙っていこうかなとは思ってるけれども、 S 勝利も割と取れますよ全員E3、E4 の方が簡単に感じるらしいね、みんな言ってるよ。一応ね、組んできました、対戦支援です。来撃機は1枚も積んでないです。だから空母に空きがある対戦支援ですけど、まあ、必要なかったら切ろうかなとは思ってます。これが決戦支援ですね。いい風輸送できるかな。もちろん大丈夫。ほら言ってるじゃん、大丈夫だって。追撃、さあ参ろうではないか。輸送一本目、足、膝、腰、肩、手首、制限付き使用する、関節を全て加速することによって遅く超える、これがマッハ絶叫神経スパーン。なにこれ、効かなさすぎじゃない、マッハ絶叫神拳、フライドポテト食べたい神拳スパーン、やー、石型戦艦フライドポテト食べたい神拳がマッハ絶叫神拳より強い。ホーリーナイトエクスプレスガーシャー、あ、ただのパンチ、余裕でしたね。第2ゲージですね、削りからなんですけれども、こっちの方からスタートして ADGTVW なんだと思われる、総中参戦 W 決戦、待たせたな。支援団体は特に必要はないかな、先輩も信じる、やばかったら私も決戦支援は用意してきました。まあ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 楽勝でしょうよね。ジョンス・サミュエルが使われてますけど、ギミックでこの2人使っちゃったからもったいないなと思って、とりあえずね続投って感じでね、高レベルフジクさん使えるか使いましょうね。基地航空隊体験になってませんか、まあ、大丈夫って、もう出撃にするからまあ安心して見とけって、大丈夫大丈夫、まあね、ただ取れ高が1個減ったってだけやな。さあ見せてやろう、神の艦隊の実力というやつを。1本目出撃、ダブルカッターキュッ、えよけるよ、おかしいじゃんそれ。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。ん？何これ、まあね、実質1回目だから不撃ー見せてやれー、キャッ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 、あーサミュエルはダメー、サミュエルじゃなかった、
きてましたけどね。余裕ですよ、これぐらい。トリプルカットイン、よく狙って、サイアーであった。よし、ナーサ諸島及び湘南コールの正解権を確保。いつ突破？何これ。本日はいつクリオツでありました。難易度オツだけね。
の概要を説明します。ご存知の通り E3 は E3-1 輸送ゲージ、 E3-2 通常ゲージ、 E3-3 最終ゲージの3段階構造で構成されています。今回の会議にギミックミッションは確認されていません。即 E3-1 輸送ゲージ作戦の行動を開始可能です。なおこの会議には従順未遂も確認された情報がありますが、未勝利でも問題ないので大丈夫、あなたの敵ではありません。輸送完了後、通常ゲージの E3-2、E3-3 を攻撃、橋の平行を置き、山脈沖へ展開する敵深海艇艦を排除してください。大砲炎はあなたのことを高く評価しています。良い結果を期待していますね。それじゃね、E3 のね、攻略を始めていこうと思うんですけれども、 E3 はですね、まギリギリなんとかなるE3 はなんとかなる気がするので、オツで行こうかなと思います。 E3 まで、まあ、果たしてね、このブルックリンと三日月が耐えられるのか知らないですけど、なんとかならなかった場合は下げます。完走できないのが一番ダメなので、果たしてどこまでやれるのか、正直な話で E2 で主力を使い切ってる気がするけど、成長を感じますな。 E3 コツ挑戦するやろ、鏡立てまつれ。 E3 は輸送なのか、三日月頑張れということで、三日月頑張ってもらえますけど、頑張ってくれる、任せろ。道中支援いるかな、なんかデカバスさんいらへんって言ってたんだけどさ、いらないよね道中支援、支援が必要ない、そう思っていた時がありました。え、さあ1本目、ゼロ席大丈夫、全キレなんだってこっちは、うわーという余裕です。さあ、今日は煙幕使ってみますか。使ってみよう、初めて使ってみる。よしさあ、発動するか否かがあるの、どういうことそれえ、マジで言ってんの、そんなことがあるの、え、してないよね、煙幕なんていらないですよ。しけっていたようで、しけってる、夜間水分、夜間水分やっちゃってください先輩、配線やったー、ドゥル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 、いいね、全然いけるじゃん。2本目、ちょっと消しとくぜ、やったー、できる。ああ強すぎる、どうしたプリンス勝利も狙えませんでした、すいませんでした、夢見てました。最強カップイン、いけ、あ、分かった、任せろ、
わあ、まだ毛細血管化が進んでない、ここ。全速前進だ！で、本日3-2、まあ、ボスは潜水艦ということで、遊撃艦隊、そう、神風です。何なりとお使いください。なんで神風なのっていうと、ギリギリこれで先制対戦できるので、彼女がピックアップされてます。ギリギリできます。で、巻き雲もギリギリできます。3人100点がいますね。100点です。奇跡の数字じゃん。虫集め対戦ですね。一本目行くぞ。ジャ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 。やばい。やります。いやー、決めたー。神風が決めたー。何なりと、さすが神風やで。ヤギに電流走る。ようやく TO が終わったので、いつも通りリコさんのコメントがいる知れないコメントをしまくるとしますか。もう一回行きたい。ま、消される前提のコメントしてる。消される前提のコメントしてる。かわいいね。消してあげませんけど。ご褒美タイムアウト羨ましい。本来はなんかね、うざいやつをタイムアウトにすることによって別の配信に行かせるっていうね、機能だからね。なぜかご褒美になりつつある。もうおかしいな。どうしてそうなったんだろう。行くぞ。戦艦ヤマト威力偵察です。あと大きサイトが燃える音がする。大きな燃える音。あ、ミキガンキガスです。耐久学院投げ払え。トントン航空優勢。適当に積んだのに。好評的が次刺される。いや、強すぎじゃない。うちの艦隊強すぎじゃない。ちょっと何時間でーちゃん。やばい。ヤマトかっこいい。2周目ちょっとヤマト波動砲。ガーやるしかないわね。やってきたぜ。E3-3 連合艦隊最終決戦。とりあえずね、まあ考えて一応計算まで入れた感じですね。こちらになります。これを準備したものがですね、こちらになります。当然フクキラにしておきました。支援艦隊はラス弾だけでいいんじゃないのかなと思ってます。先制対戦艦を3隻にしました。で、前2隻だけだったんですけど、ワンスラで対戦できることが発覚したので、やはりもう問題はね、資材のところなんだよな。資材やばない。これ航空隊300ぐらい飛ぶから800。1回の追撃で800飛ぶってこと。じゃあ1本目行こうか。行くぞ。中撃。対空艦隊の艦はですね、負傷者もいるんですね。発動率は 88% だったと思います。 75% だったかもしれない。ダメだ。
上追犯、最上追犯、単勝頼み、単勝頼みか、よし、オッケー、最上偉すぎる、偉すぎる、やめてー、割合なし、割合なし、割合じゃないですね。が主人公であるゆえんだ。わかるか？三陸方面を襲う敵艦隊遊撃に成功せり、 E3 突破！やべえ、勝てるのかって疑う方の状況からの勝利だったね。ご加護の力半端ないです。見ろ、チャンネル登録だけでこの加護を受けられる可能性があるかもしれない。今日の配信は E3 を突破したぞっていう配信ではなくて、響きが1500いいねいきました、もっと褒めてーという配信でした。当たらなければどうということはない。 E3 攻略おめでとう諸君。本来ならば鉱山作戦解放前にパーティーでも満喫してもらいたいところではあるが、緊急事態が発生した。先日北海道厚岸沖にて輸送中の部隊が所属不明艦による雷撃にて撃沈されたという報告が入った。我が軍は速やかに情報を収集分析をしたところ、これは深海艇艦群による明確な侵略行為であることが判明した。さらに調査を進めたところ、敵視力艦隊が沖合に集結しつつあることを突き止めるに至った。今朝入った情報によると、どうやら敵艦はバカンスに勤しんでいるらしい。よって、これより我が軍は休暇ボケしている深海艇艦群へ報復攻撃。オペレーション E4、鎮魂の北海道厚岸沖を開始する。作戦の概略は以下の通りである。E4-1 の輸送作戦完了後、南部より進行する第一艦隊によって E4-2 に敵視力先行部隊を奇襲。これを撃破する。さらに敵の混乱に乗じ、艦隊レッド北部より進行する第5艦隊主力によって E4-3 の敵本隊を強襲、これを撃滅する。以上だ、諸君らの健闘に期待している。何これ、見てもらいたい。本日は E4 最新会議、そう、ついに前段のラス会議になりました。これを持つ以上でクリアする体力は我が艦隊には残されてはいないので、ヘルティードクールなんですけど、問題が発生しまして、何の問題かっていうと、ね、よし、無理です。それでは行くぞ。なめてるんですかね、無力。よし、強靭無敵、最強すぎる。悪人払いだ、可愛い笑い方だろ。まあビジュアルもむしろね、帝徳側じゃなくて敵側に近い隅の無配信をお送りしております。あ、なんか私の親戚みたいなやつ出てきた。よし、勝利をつかむ、支援艦隊攻撃開始。先制体制1本目、はい、2本目、で3本目。やめない、痛い、やめない。まあこんなもんですよ。77、5回でいいです。よし、さあやっと、痛くない、やめない、やっちまったぞ、痛くない、ちゃんと加入してやったぜ。余裕ですね。32、運び終わった。 E4-1 突破。そんな入るんこれ。E4 の2を見に行きます。とりあえずざっと組んでみるね。対空艦隊同先制対戦が2人いるでしょ。で、かすみちゃんを修行伝で、よし、
ミルクゾーン偵察なんで、これどこ教えてんぜ、かまし先生。GIJMNQ 航空機による駐輪が始まる。クレイトホーリーハイシュレントクラペクセルバーニングレイト見せてもらおうじゃないか。強い、強そうな音が鳴ってる。やる気を見せろ、気概を見せろ。大きな燃える音がする。サイヤやる気がすごい。セカンド命を燃やした。バーニングファイヤークラッシャーって買った。え、こいつも姫やんけ。よく見たら姫って書いてるやんか。よく見たら姫って書いてるやんか。お前、うおー、殲滅はやめて。野戦モガミ連撃が突き刺さる。シャッシャッシャ。あ、そっか、連撃だった君。なんなら雪風も連撃だ。余裕ですね。楽勝かもしれないけど、私はね、こいつらと戦ってるわけではないというのも。はい、20753ですね、今。1200ぐらい減らんかった。気のせい。まあね。まあまあ、ワンセット1400ね。10回で1万4000ね。やばいかもしれない。何と戦ってるんだ。よし。とりあえず支援なしでやってみましょう。一本目出撃！先制対戦艦は、4隻です。ないかもしれない。うわあ、余裕ですね。帰りなさい。うるせえ。基地航空隊決死の覚悟で暴気を燃やして突撃順次開始。二機関機出す。ファイナルストライクパンチ。余裕ですね。楽しいかもしれない。問題はですね、見ててください。ドン出た。はい、800ですね。なので500ほど節約されてます。あと10件くらいやばいかもしれない。今回こそもがって、節分を期待してます。ちなみにもがったら資材が間に合わなくなる。資材が持たなくなる可能性が。出た。え、ちょっと待て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 、なんか残ってるぞ。ねえねえねえ、いやー、そうだよね。余裕です。ザーコが体格隊投げ放ったはずのグランドフォーカスファイヤー。強い。よける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 よ。強すぎ。余裕ですね。見てください、私の防御サイドがね、順調に減っていく。誰か止めてほしい。よし、通らせてもらいます。ファイヤーポイーン。よし、大決戦。帰宅面、帰宅面、キラ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 キャーシャシャシャー。グランドレスでね、刈り取って、命を刈り取って治療。余裕ですね。ロスなんですか。ロスなんですね。このままだと時間が余っちゃうな。時間調整しないとな。そんなことは別に考えなくてもいいです。もがみは別にもがる必要はないです。大丈夫、もが信じるもが。なんでもががさ、語尾になってんだ。お前はもがみは空気に埋める女の子です。もがみを信じてる。どっちの意味だお前は。いいけどさ、ここ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 。いや、トリプル合体。とりあえず口封じをしろ。おいつおいつ口封じをしろ。うわー、余裕でしたね、ザーコンが。ブロック内にコスまで行けますね。余裕ですけどね。ボスに行っちゃいますけどね。残念でした。ごめんね、ボスに行っちゃって。余裕です。今ので大破だったらショートが作成されてました。で、こうすることによって大破したとしても私のメンタルは保たれます。もがるかと思った。いや、もがってもよかった。
よしろさなんだ、ぶち転がしてくれよ。強そう、かっこいい。よし、オッケー。え、姫さんにいない？パルプル合体、タナマクルーボ軍、君たちの力を見せてくれ。パワーダウンだと？はぁ、色調整、色調整。 40% と 10% だから、どっちも発動しないっていうのを引くのは 4% です。今 96% 引けなかっただけです。わかりますかね？見せてやろう、伝説のやつを。一発ストレートクリアを見せてやる、今から。ストレート、カッコ2回目。君のような勘のいいコメントは嫌いで。さあ、実質1回目。よし、行くぞ。逃げてやろう。命の猛者突撃開始。やる気を見せろ、根性を見せろ、命を燃やせ。逃げてくれ。いいぞ。避ける。キュイ、トリフル合体。攻撃が突き刺され、強すぎる。肩に銃器でも乗ってんのか。一撃ば！切ない。ああ、長かった。資材がもりもり減っていくのを見るのも心が痛いのである。に、来たぜ、E43! 最終終焉会議！襲撃！親戚に挨拶しに行きます。刺さりすぎる。ご席入れのせいだ。に、魔法書マス通るのだね。よし、そういうとこを考えてるの偉い。昨日なんかずっとシミュレーターとね、ああでもない、こうでもないって考えてたの。これで基本的に準備がさ、10割だから、そこで全てが決まると言っても過言ではない。誰やねん。今日、シマジ先制対戦3席で挑みますけど、これは絶対飛んでくるんだよな、うちの親戚の巨大が。高見様の合体熱が、67%、3人のうち2人は合体する。予定ですね。あれだけ出すか、配線支援だけ出す。軽空砲をキラー付けするの忘れてたかもしれない。いらない、いらない、いらない、配線支援なんていらない。問題の麻酔到着。配線支援を出しておけとあれほどみたいな、そういうことにならないと信じている。マジで一応な、一応な、ダブルシナジーかける3だから、そこそこ入るはず。姫にもとりあえず持ってって、OK？ とりあえず持ってって頼んだ、頼んだ、ジョーストン、君の力が。あはは、対戦支援を組みます。買えばええねん、こんなの後で少な。いや、買えばええねん、早く終わらせるんだ。早く終わらせて、私はオムライスを食べるんだ。よし、1本目出撃対戦。ここだけのための大変身、頼む。花が来てくれ、ここだけのために呼んでいるんだ、お前を。なあ、ここに来なかったら誰が来るねんって感じ。よっしゃ、2席持ってけ。あー、やばいっけ。いりませんよ、対戦支援なんて。余裕です。エネルギー充電開始。ハルトロック、カメラを発進。強い。お前様呼び、もしもしの花井の。さあ、見せてみろ。大先生の兵器来るのおかしいやろ。いや、ちょっと待って、なんだあいつ。3、2、1、今。いや、強い、マイチャウ。どうやってくれちゃったい、見せてやれ、航空機の力。これから対戦シーン。
に切って予選サービスから回線に変えても良さそう。あ、わかるそれ。そうしよう。あ、え、なんで来ないの。あ、いや、いや、出してない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 。いや、ちょっとおかしいや、なんで1残るの。なんだって。余裕だけどね、別に。ねえ、いたー、今いいね。ロスダンまではいけそう。ヤマトが、私が戦ってるのはね、深海戦艦とじゃないからね。何が戦ってるんでしょうね、わかんないですけど。ね、何が戦ってるんでしょうね。一体何と戦ってるんでしょうね。見せてやる。サミュエルビールバーツを入れます。これで絶対突破できるようになっちゃったもんね。サミュエルビールバーツ頼むぞ。サミュエルビールバーツ、なんだよマジで。わぁ、あいつくらえ。結構結構コケコッコーんだよ。やめろ。余裕ですね。やる気に満ち溢れている。うわ、強すぎる。命をかけた戦いが今始まる。夜間水分攻撃、ズルルズルル。余裕ですね。まあ、ここで今や一回ももがったことがないので、うん、もがったことがないので、もがったことがないということはもがったことがないということです。わかりますか、ね、つまりもがるということがないということが言えるようなもがりがないですね。わかりますね、うん、まあ、もがったことがないということはもがったことがないということですよね。ああ、中央だ。オッケー、頑張って。命を燃やした一撃が突き刺さる。いいね、命刈り取っていく。ぎゅーっとして、ドッカーン。連撃で沈んでいく。余裕ですね。次ラスダンだっけ。最後は支援だ。そっか、マスミちゃん入れます。ラスダン仕様に変更です。神様は由来フュージョンスに予選装備を名付けましょう。さあ、長き戦いだった。終わらせよう、この手で全てを。気合でかいで、マジで。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。